ポンペイ州の地図千夜便諸島。パキン干渉は左上に見える。パキン干渉は太平洋北西部、カロリン諸島の干渉。ミクロネシア連邦のポンペイ州に属している。ポンペイ干渉の西北から西北西3 0トルほどの位置に存在する。ポンペイ干渉やアンツ干渉の近くに位置しており、これらの島々は合わせて千夜便諸島と呼ばれている。 人口はおおよそ90から100人であり、ソケースのモートロック出身者共同体から離散して来た人々である。共同体は伝統的なリーダーシップに引きられており、パキンコミュニティアソシエーションの下で非政府組織として認識されている。PCA の公約の不足と条項は2007年8月28日に調印された。パキン小学校と大規模協会は、 最大の島であるニコラップに存在する。この他の島では、ペインプウェル、ウェザティック、マワなど、オラムウィンなどに人が居住している。干渉は、ダイビングやスノーケリングなどで人気である。欧州人による最初の発見は1595年12月21日に、女性探検家のイザベル・バレートが指揮し、 ペドロ・フェルナンデス・デキロスが水先案内をするスペインのサンヘロニモ号によるものであった。ありがとうございます。